マヌエル・プレシアード・レボレードは、スペイン・カンタブリア州出身のサッカー選手、サッカー指導者。ポジションは DF。地元のラシン・サンタンデールでプリメーラ・ディビシオンの試合、59試合に出場した。1978から79シーズンには、自己最多の32試合に出場したが、クラブは、シーズン終了後に、セグンダ・ディビシオン降格となった。3シーズンを、 セグンダディビジオンのリナレス CF などで過ごし、RCD マジョルカやデポルティーボ・アラベスなどを経て、35歳近くになったプレシアードは1992年に RS、ヒム・ナスティカでトーレラ・ベガで現役引退した。1995から96シーズンに RS、ヒム・ナスティカでトーレラ・ベガ監督に就任して、指導者としての道をスタートさせると、1年目から、 テルセーラディビショングループ1で優勝を果たす。1996年には、選手として在籍したら新サンタンデール B の監督を任され、やはり、テルセーラディビションで優勝して、西軍ダディビション B 昇格を果たした。2000年に、再び RS ヒムナスティカでトーレラベガに戻ると、サイドテルセーラディビションで優勝した。こうしてサンドテルセーラディビションで優勝したプレシアード。 2002から03シーズン途中に、ラシン・サンタンデールのトップチームに招聘される。2003から04シーズンには、セグンダ・ディビシオンのレバンテ UD を引き、クラブとしては40年ぶりのプリメーラ・ディビシオン、昇格を果たした。2004から05シーズンは、レアル・ムルシアを引き、2005年夏、プリメーラ・ディビシオンのラシン・サンタンデールのトップチーム監督に就任すると、 2005年12月21日には、レアルマドリードに2から1で勝利する金星を挙げるなど、広角圏のクラブと勝ち点1差で残留を決めた。2006年に、スポルティング基本監督に就任すると、2007から08シーズンのセグンダディビシオンを3位で終え、クラブとしては10年ぶりのプリメーラディビシオン昇格を果たした。2008から09シーズンの基本は、 リーグ最低の予算であり、開幕から5連敗して、降格は必死かと思われたが、失点を恐れずに攻撃的な采配を振って、バレンシア CF やセビージャ FC からも勝利を奪い、14位でプリメーラ残留を決めた。2009から10シーズンも15位で、難なくプリメーラディビシオン残留を決めた。2010年9月22日にカンプノーで行われたアウェーデの FC。 バルセロナ戦において大幅なスタメン変更を行って試合に臨んだ。するとこの采配に対してレアルマドリードのジョゼ・モーリーニョ監督がバルセロナに勝ち点をプレゼントしているチームが存在していると発言しこれに憤慨したプレシアードはモーリーニョはゲスな人間と応戦しメディアを介しての絶戦を繰り広げた。11月14日には両クラブが エスタディオ・ムニシパル・エルモリノンで対戦したが、この際は、アウェイチームが1から0で勝利した。しかし、2011年4月3日に、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで行われた試合では、基本が1から0で勝利し、FC ・バルセロナと共にリーグを独走していた格上を、相手に、大金星を挙げた。シーズン開幕から続いていた、レアル・マドリードのリーグ戦ホーム連勝記録と、 モーリーニョ監督が FC ポルト時代から続けていたリング戦、ホーム無敗記録にピリオドを打つこととなった。プレシアードは、後に、モーリーニョは我々の控室にやってきて祝福してくれたよと明かした。レアルソシエダに1から5で敗れて19位に落ち、2012年1月31日に成績不振を理由に解任された。2012年6月6日、基本同様に、 セグンダリディビシオン広角となったビジャレアル CF の監督に指名された。しかし、同日後もバレンシア州のホテルで心臓発作を起こして死去した。54歳であった。報道ではプレシアードはヘビースモーカーであったとされ、1日に約40本も吸っていたとされている。AP 通信はプレシアードの突然の死はスペインのクラブ、監督、選手の間に 感情的な反応の連鎖を導いたと報じた。UEFA ユーロ2012のために、ポーランドに渡っていたスペイン代表のビセンテデル・ボスケ、監督は、マルカ氏に、我々は皆ショックを受けている。朝食を食べていた時にそのニュースを聞いたんだ。彼は、思いやりのある人物であり、良きスポーツマンであった。指導者として尊敬すべき、サッカー人だったと語った。 スペイン代表のフ安ン・マヌエル・マタは、この事実をうまく整理できない。僕はいつも彼の笑顔を思い返すよと語った。かつて紙面上でやり合ったモウリーニョは、レアル・マドリードの公式ウェブサイト上に、人間としても、性格、正直さ、戦う勇気などの観点を踏まえたスポーツ人としても、常に彼のことが好きだった。という公開手紙を書いた。 RCD マジョルカのホワキンカパロス監督は彼のビジャレアル監督就任を聞いてとても嬉しかった。彼がプリメイラディビシオン復帰に導くことを確信していた。彼は世界中の指導者から参考にされるべきだと語った。基本では多くの人々がエルモリノンに集いプレシアードへの哀悼の意を表した。同日には基本市長がスタジアム近くの通りを アラメーダでマニュエルプレスヤドに解明する提案を行った。妻と二人の息子がいたが、2002年、妻ががんのために死去し、その2年後には15歳の息子が自動車事故で死去した。2011年4月20日、父親がサンタンデールで車に轢かれて死去した。ありがとうございます。